にごぐったり北海道の農場で読めない契約書に判押し小作人になった。要求あれば脅すか殴るかしたけれど地主に負けて馬にぶつけた。大地も草ぶで抗いきれず頬も土の中。エデンの東にカインは消えた。彼らはどこへ行く。のお話は有島竹雄会員の末裔チャンネル登録すっぺー。